こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。いらない使用済みの商品で稼げるものとは初心者必見。使用済みのものでもこれだけ高く売れるとびっくりです。というテーマについてお伝えします。早速いってみましょう。はい。この動画ですね、使用済みで高く売れる商品ですね。ぜひ紹介させていただきます。はい。こちらですね。まず使用済み、口紅ですね。で、今回ですね、新品は覗いてください。で、送料込みですね。売り切れです。はい。そうしますと、こうやって大量に出てきますね。で、例えばですね、まあ、これですね。シャネル口紅ですね。はい。で、これどういった商品かと言いますと、非常に6900円で非常に高いです。もうほとんど使ってないかと思うんですけど、まあ、これ見ていただくとわかるんですけど、指数化の使用ですね。ティッシュ税、残量9あります。ってことですね。実際にこれ多少使ってるんですけど、まあ、使って合わない場合ですね、肌に合わないとか、そういった商品はですね、メルカリで売ってもね、大丈夫なので、これは非常に高く売れてますね。他の商品でも、口紅でね、数回使ってる商品は非常に高く売れてますので、ぜひね、まあ、女性の方で、まあ、買ってみて合わないとかね、いらないと思ったら、ぜひね、メルカリで売っていただければ高く売れてますので、ぜひね、出品していただければね、いいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼント日記のスタンプをお願いします。あと、YouTube は存在は受け付けません。LINE と登録によろしくお願いします。あと、グッドボタンですね。お待ちします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。